ローズドベータから2、3ヶ月ぐらいぶりの MGS だったけど、一応じゃまた始めようとしてんじゃねえか。最初の動画だからまあこんぐらい軽くてもいいかな。内容がコンソメ入れてない卵スープだったな。ぶっ飛ば編集しないでちゃんと散歩して。あ、戦闘力1200超えました。早すぎじゃない？まあまだレベル上がるし、あとも上がるよ。ウォーキンで学校行ってたってマジ。これ終わったら次はハンターだね。フォースじゃないのか。ラベックス丸投げ状態って。確かにムシレウス倒さなきゃ。モンハンからは離れろ。ご視聴していただきあり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 
か。これで一本動画作れる人がいるらしい。お前以外の全てだよそれ。空想は怠け者だから仕方ない。空想でひとくくりにするな。中の人だけじゃねえんだぞ。いつも撮影協力ありがとうバナナ。なぜそんなに失礼なことが言えるのか。それに関しては事実。お前が擁護してどうするんだよ。もう終わった。じゃああとは監視とまで持っていくだけだね。2週間後に新武器が控えてるからな。まあねえ。あ、でももうちょっとロマン火力あると思ってたよ。弓の話か。刀はどうなのさ。カタコンにあった通常接敵がなくなってワイヤーなしじゃやってらんなさそう。なんじゃそりゃ。スレコンの殲滅能力とかはすごいよ。広範囲にジュリー最終弾。どんだけダブ積順なんだよ。スレコンショートサイクルは全振り安定だね。これがミラージュのウルトの速さでできるから。お手の話になった。シーズン10始まったからヘッポコ絶好兵だぜよ。剣を握った夢のエルスターサンチスケス。想像としましては弓は強い、刀も強い。全肯定やんけ。レベル16で絶望オルクの生徒取れたって報告あるし、刀も極めたら強いよ実際。武器アクションで自動カウンターだもんね。キャンセルタイミングもいっぱいあるっていうよりかは PA1 回の全体隙が短いから取りやすいねってぐらい。ラブセで使ってた弓は有用できそうだな。アルガールがジオンとは初撃弓になったよ。うぜやろ。アブで前のものになるけど、ほらこれ全体威力系は武器だけ 2% で、アルガはペガソにギガシュにシュートにラボだからね。無理やん、なんでこんなことやったんや。じゃなくて打撃弓はどうした。キツビはフルセットって言ってたな。そうだよな。プーラボ3つ。何にこいつ。イベント同じくらいの火力出てたから OK ってことで。ジオンとフルセットにするのは気が引けた。お前もお前で順応するな。俺が置いていかれるだろ。いや久しぶりに防衛やって楽しかったな。初めての人もいるっぽくて、僕もちゃんとできたかわからないけど。大丈夫だ、ちゃんと守りきれてなかったぞ。何やってもクリア扱いでよかったな。オーバーキルがすごい。背景今回の動画と何一つ関係ないやんけ。聞いて言うなら絶望くんがいたね。さて喋ることなくなってセリフ置くの面倒になったから喋らなくていいかな。見たい話やめえや。見たい話といえば何か話聞きだぞ。次の動画はすぐに上がるそうで、刀鍛冶シリーズの番外編になるっぽいよ。刀鍛冶放棄すんな。大丈夫、刀ちゃんと使うし、なんならバージョンが違うし。こっちでも早く刀星読んで作れよ。面倒くさいな。ダルミがエキサイトしてやがる。エキサイトするな、黙っとれ。実は最近本当にあらゆるモチベがなくてですね。動画作ったんじゃねえか。いやー、A 様可愛いなーってしかなってないですが。今持ってくるんかそれ。見た目のクールさに反した甘いお菓子が大好きですにやられた模様。当の本人は、なんで稲妻のおばあちゃんたちこんな可愛いのだそうで。おばあちゃん呼ぶなママだろ。ライデンの皮をかぶった A ママ。プソニの動画だぞ、プソニの話をしろ。そうだね。バウンサーに向けてなんか準備とかはするのか。一応砲撃装備だけ作っとこうかなって。構成はビアルとアーマツェザ3枚の相変わらずエボルコートらしい。相手ビルド名をつけるなら。なんで会えた。エボルビアルとツェザだね。名前が長いですね。うん、明らかにそれやりたかっただけだろ。うるせえ、眼神インパクトスッと。動画終わるよ。ぶっちゃけバウンサーどうよ。僕は考えること結構あって楽しいと思うよ。オラクルの一番最初のクラスがバウンサーだったから、結構思い入れ強いかな。別のシップにいる俺も最初はバウンサーだったぞ。個人的に使用感は大満足って感じ。ただ、フレックス2段を差し置いて最高倍率の通常攻撃が来ちゃったのだな。安心しろ、あれ通常は愚かダウン時も時間がないと満足に打てないから。それもそうだね。立ち直り早い。まあこれで最大ダメージが更新できるんじゃないかな。ちゃんと攻撃系の特殊能力がつけれればの話だが。急に出てきて確信ついてくるんじゃねえ。汚しなのかよ。ある程度持ってあとは誤差レベルってとこまで来たから大丈夫だよ。トラーガーは打ったことないよ。やっぱ HP 至上主義なのは変わりないんかい。そのうち戦に勝負みたいな武器が出て。イベントはやっぱりマンネリしちゃってやることがないよね。あるけど動画にしたらつまらんだけだろ。女性論でくさ。そういえば今日グリムシリーズの話出たけど、それ今拾うんかい。プロジェクトの方の赤ずきんちゃんもめちゃ可愛でした。こっちはちょっとかっこいい感じ。そうだったな。イルスめっちゃ童話好きだった。イルスは厳密には童話ではなく児童小説。赤ずきんのあのなんだろ、寄り道しちゃいけないよって教訓。説明しよう、童話には何かしらの教訓が含まれてるケースが多いぞ。じゃあシンデレラは何人が多い方。随分とディストピアチックだなそれ。話戻すと、あ今戻すんかい。次のリテムが砂漠だよね。めっちゃ冬なのに砂漠。はアラビアンセラザード様万歳。あと1ヶ月でリテムだね。次回のハルファ散歩もリテムだぞ。俺といったアプデがなさそうだからか。別の人がメンテチェックだったり上げてたりするから、その人の動画見てね。そういえば今回はスクラッチネタ多めだったな。だってハロウィン募集でスクラッチとリテム準備しかアプデ内容ないもん。辛い人は一旦ここで休止を挟むのありだぞ。だらだらやって、楽しそうなの来た時に戻ってくるのが一番続くよ。続くとどうなる知らんのか。あ、そのネタいいんで結論だけお願いします。割とマジでガチな話すると、素材がそこそこ集まってるから戻ってきてやりたいことすぐできるってのがミソ。なるほど。あ、そろそろ動画終わりますね。やっぱり二つ目のマップって砂漠が
テオリーなのかな。ヘラクルの二つ目が砂漠地帯だっただけだと思います。ただ有名なマリオも二面は砂漠だったしね。なんかワールドの法則があるのかな。マリオに習うなら次は海岸もしくは雪原。雪原というか雪山になりそうじゃない。まだリテム来て数時間なんだけど。早くリテムも探索しきって遊びたいね。そういえば昔マイショップ見てたら、見抜きさせてて言われたことがあるんだよね。恐怖の闇を語っていくとな。ごく一部だからみんなは気にするなよ。いやー、あの恐怖は今でも思い出せるね。怖くて逃げてラッピースーツに着替えたもん。そこまでする？やられた側は帰還された同然だから。今はもう聞かなくなったけど、見抜きサバとか言われるゆえんなのかな。もう掘り返すな掘り返すな。頭いかれてる奴は大体どこにでもいるから。みんなもエッチな格好で露出狂は控えようね。剣が危ないみたいに言うんじゃねえ。最近よくツインダガー使ってるんだけど。お前ナックルも使ってなかった。ライターぶちコンプしたじゃん。ダガーのステイ PA さんを連打した後 PP コンバートで全回復してって動きを繰り返すのは強いのかなって。それはもう DPS 調べるで検証するしかない。なんだその RPG スクールみたいなやつ。よく PSE クライマックスのボスのダウンでこの動きやってるけど、紫でやってる人いないからもしかしたらこの動き弱いのかなって。まずステイの DPS 調べな。話はそれからだ。弓の最高 DPS コンボはフレックス1弾を最速連射だよ。そんな思い出したかのように。実際思い出したから仕方がない。ボイス豪華だから買ってみてね。結構マジで一物と相談するの有効だと思いますよ。約2分の動画で伝えたかったことそれ。なんでそれ持ってない人がそれ主張してんだ。ほら、言わない。心の記憶は言わねえよ。毒する方だけだけでも年頃の女の子がそういうこと言わないの。しでくさ。今のコメントは最高におかんだった。おかん先生笑ってる人がいます。そういう人には天丼を落としてあげましょう。天理チョーク。最近なんか4時間で4分の動画の編集難しくなっちゃって。どうしかな。日頃の疲れってあるのかな。毎日疲れてるかもしれない。デフォルトかも。デフォルトかよ。強化値とか新しい装備とか全然ピックアップしてないけどお前。なんかハルファ散歩で細かい要素説明するのめんどくさいんだよね。だから4月のやつも適当に挙動見ておしまいってなっちゃう可能性の方が高いよ。やめて弓ぐらいは詳しく見ろよ。なんか公認配信者募集してたな。らしいね。僕らはあんまり関係ないけど。条件がやたら厳しいんだっけか。月再生時間2000時間のチャンネルは PSO2 じゃないゲームもやってるんだってば。随分とかみつくなお前。月4本以上の時点でお察しだぞ。1本2000時間取れるようなコンテンツ、出して。あ、わかんないっぴ。タコピーやめろ。空想のメインコンテンツ PSO2 じゃないから諦めるんだな。クバリスで復帰すると言って早8ヶ月。フレンドさんはわかると思うけどちょくちょく復帰してました。お前 PSO2 はフレンドほぼ追加してないやんけ。いやいや、スチームパンクがいつ服に来るのかずっと確認してましたとも。ヘッドライン見てるだけやないかい。それはそうと。棚にあげるな。お前も七星召喚ばっかやって動画作ってなかったろ。多分おそらくそろそろガンスラのクラスが来ると思うんですよね。クバリスでウェイカーだったか。その時にタクトがまさかの通常扱いの武器で申請してたんだよね。そこまで衝撃じゃないだろ。補足するとオラクルのタクトは OP も属性もつかなかったぞ。そんでガンスラって従来は打撃武器だったんだよね。ファイターが最適とか言ってたもんな。でもラスターは射撃クラスだったの。お願いだよ運営ガンスラは射撃武器にして。ガンスラ射撃こじったんじょ。追加クラスの武器バランス的に次は射撃だから安全だと踏んでおく。クラブやめてよね。どうやらスレイヤー射撃職っぽいですけど。なんでお前が嬉しそうなんだよ。バロバロやったぜ。おいやめろ。牛のスープとか出てくるのりじゃん。それはそうと。切り替えの鬼すぎて。ガンスラの新クラススレイヤー情報出たね。見た感じはすごくラスターに似通ったモーションだが。クイックボールらしきものもあったしな。クイックボールらしきものとは色によって特殊でジャンプするタイプのラスターはこれに対して回避吸収するやりとかを持ってきてたやつだぞ。2倍速説明ご苦労。僕はヒーローに近いかなって思った。何リアル。多分 PA 長押しとかで打撃射撃の切り替えするのかなって。武器役はカウンターに使いたいもんな。手分けでこの予想あってたら高評価してってね。あと空を呼ぶモーション実装されたらチャンネル登録もしてね。ただのこじきでくさ。レムスソロだよ。それを動画にしろて。緊急来るタイミングが絶妙でアップで2時間が3時間に拡張されつつあるハルファ散歩。ついにガンスラが実装されたけど、そういえばガンスラって元は全クラス装備可能な汎用武器だったんだよね。カテゴリ変更可能でクラスキューブを要求する武器シリーズはまず全クラスのキューブが使えるガンスラで作成するテクニックがあってだな。ラスター君さ。ラスターが実装されたことによってキューブの選択肢にラスターのが追加されて終わったよね。全クラス装備できるから。それが今やタクトと同じ扱いだよ。ラスターのインパクトが強すぎて諦めろ。武器ポーズで装備中の迷彩が適用されてくれないかな。